アムロ風実況ガンダムオンライン実況者のエテポンケです。よろしくお願いします。ここ最近変な夢を見ます。借金2300万円を抱えて刑務所に連れて行かれるといった夢を見ました。ちょっと意味が分かりません。内容覚えてないんですよね。なんかもう2300万円修学旅行の帰りに2300万円の借金を抱えて警察署に連れて行かれるといった謎の夢を見ています。エテポンゲです。なんか本当あれかな、なんかちょっと掃除をしてたんですよ、部屋の、お部屋の。じゃあ、古いエクスペリアを、見つけまして、起動したら、懐かしい写真が、ちらほらと、ありました。それを見つけたら、昔の彼女の写真とかいっぱい出てきて、元カノの写真が出てきました。まあそんな日はガンダムオンラインをすればね、一気に晴れるんで、今日もガンダムオンラインやっていこうと思います。デッキはいつもの通りこの、5年でやっと行き着いた最強デッキ、強化型ダブルゼータを中心に、銃撃機を、メインに置いたこの中コスで CT にはならないよのをテーマに作られたこの最強デッキで今日は参戦しようと思います。はい、本日の戦場はダカールです。まあ、ここはね、大得意なフィールドなんで、なんかいつもより変な夢は見ますが、いつもより心が穏やかな気がします。今日はいい良いガンダムオンラインライフを今日は送れそうです。はい、でね、結構昔のね古い写真が、やっぱ昔のものって置いといた方がやっぱ思い出とかね、いろいろあって、なんか見返して、まあ、悲しい気持ちにもなりますが、なんかこんなもあったなっていうのが思い出せていいかもしれませんね。まあ捨てますけどね、もう見たくないんで、また見たら悲しい気持ちになるんで、もう見たくないんで、過去を乗り越えてね、過去の自分を乗り越えて、人は一歩一歩前に進んでいき成長する。今日はいい歌が書けそうだわ。とりあえず、バトルエリアを通過して Y 拠点に向かおうと思います。デポンゲリハプティズム行きます。本当ね、いい思い出、悪い思い出、いい思い出も悪い思い出に変わる瞬間。あ、なんかかっこいい。いい思い出が悪い思い出に変わる瞬間、人は大きくなれる。おつけ、大丈夫、それは大丈夫。まあちょっと待って、今日は穏やか。ちょっと引こうかな、一回。こんな早く今日ダブルゼータ失ったらいけないよな。コスト分の活躍はしないと。で、周りしっかり見て。あ、おばひが目立つな。おばひが目立つな。心の
乱れ、心の乱れ、すなわちそれオーバーヒート。今日はいい歌が書けそうだわ。回収しないと始まらんだ。あ、結構押してんね。押してくるね。あ、しまった。中途半端にクリックしてしまった。回収しないと始まらんだ。あー、引こう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 。来てるよ。あ、来てる。え、あれ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 、オーバーヒート、オーバーヒートには気をつけて。ちょっと行って、なんかどこを、これ以上好きにさせない。どこをそのメインで行けばいいかがちょっと分かりませんね。レーダーの音がします。そこ。順調に任務遂行中です。背中がキャラクター。一人ぐらいやられてくれよ。一人ぐらい。これとりあえず2番踏まれたから2番に行こう。行くぞ。順調に任務遂行中です。1700CZ もう過ぎてるやん、過ぎてるやんけ。おいおいおい、最後っぺが退避させてもらう。そうやってあんなやつには僕は負けません。その味方がやられるのを待ってから出てくるようなやつに僕は絶対に負けません。そんなヘボには負けませんよ。ちょっと高さを生かそう。高さを生かさないと。で2番は踏んだんで、次は下に行った方がいいのかもしれないな。ありがとう。ありがとうございます。大丈夫かニューガンダム。そこいると思われるところに撃つ。それがこの第四小隊ジム。高さを使えってね、あの生放送で言われましたね。高さを生かします。こういうこと。まあ、たまたまそこに敵がいなかっただけであって、今の使い方が間違ってないこと。やれんもう。危なくなる前に修理しろよ。来る来る。こういうことな。いや
出すのがおすすめでしたね。プロ犬、プロ犬、くさ、くさ、プロ犬、くさ。で、2番が赤くなったんで2番踏みに行きましょう。あのゲージはね、あの勝ってるんで焦ることはない。いや、おしょうじ、やってやった、おーし、やっぱ強えやこいつ、強えや。好奇心さんジムは非常に強いですね。やっぱり初期ジムよりも足回りはよく、まあその分中コストなんですが、まあコスト分のね、初期ジムにはできないその動きができる唯一の期待。ブーストか、あ、やばい、来て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 、なめるな。どうする、2番行くか、いや、あ、2番行こう。そう、クイーンマンさんがね、あの ビームコーティングがありますが、逃がしはしない。くらえ、赤い、あ、追いかけられてる、危ない、やめて、バカめ、格闘一本でな、ガンダムレイができるか。できるね、できるらしいわ、もう格闘だけあればいいらしいわ、ガンダムオンラインって。どうやら出撃する地点を選んでください。2番取り返しましょう。見せちゃうぜ、あ、見せた。何？いっ、えい、ナイス。おい、呪悪を水中に、呪悪で水中にこうやり合うつもりか。いや、こいつ、こいつ、こいつ、マジで。行かすな！当たらない！全く当たらない！そんなバカな。止めたな？よし。安心せい。敵艦はもういないぞ。ほんとね、ガザティ。ガザティには、気をつけましょうね。もう本当気をつける機体って言っても、ジオンで今気をつけなきゃ。結構ここ抜けてくるね、ここ。ここ危ないよ。薄いよ、ここ。レーダー薄いよ、ここ。レーダーが足りない。あ、バトルエリア押してる、だいぶいいぞ、この流れに乗ろう。
ガンダムオンラインっていうのは一人で戦うゲームじゃない、流れを重視する50対50の大規模大規模オンライン格闘技オンラインゲーム。よし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 、逃がしはしないさ。ちょっとあいつミリだったよ。あ、お、3番取ってるやん、やるやん。けどあの気を抜くんじゃない、3番を踏んだとして、じゃあ3番にみんな集中しがちになると、その時5番からのあのカウンターが来る。それは気をつけなきゃいけないところ。そして3番を踏み返されたことによって一気にグレネード。カウンターが来る。そこを油断しちゃいけん。よし、あー危ない。よし、踏み直せ踏み直せ。よくやった。そしてもう一回カウンター決めてやろうぜ、俺たちで。落ち着け落ち着け落ち着け。うー、誰出る誰出る。もうこのガルスのやつ、もうガルスのやつ卑怯やわ。どうするどうする、こっからどうする、こっからどうする、だこっからどうする、行くんか引くんか、行く。一気ずつ一気ずつ丁寧に一気ずつ丁寧に。よし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 、復活させるな。終わった。これからって時にやりました、我が軍の勝利です。実にいい戦いでしたね。次も頑張りましょう。まあね、あの最後のところね、もうあっこからあの一気にね、拠点まで殴って、そのまあ大体20位ぐらいまではね行く予定だったんですけど、ちょっとみんながあの押しすぎちゃったせいで、ちょっと自己中心的なプレイ
自己中心的なプレーが目立ったせいで、こんな感じになりましたね。はい。まあね、まあ、結果勝てばね、よしということで。はい。今日はいい夢が見れそうだわ。今日はいい夢が見れるわ、これで。でね、まあ、今ちょっと23日なんだけど、この後ね、ガンダムオンライン、大型アップデートで、予定されていた、ラタスの、整備計画とか、その、ガチャコン、GP のガチャコンが、新しく追加されるのと階級システムが変更になりますんで、はい、それをね、期待してね、ぐっすり眠ろうと思います。はい、はい、では今回は、この悪い夢を見たときはこの強打部を中心とした中コス3機の CTなんて CT には無関係だぜのデッキでした。はい、ご視聴ありがとうございました。